結果が求められるプロ野球の世界では、不甲斐ないプレーをする選手を時々叱咤激励する意味で試合中に強制帰宅を命じることもあります。特にアウェイの時はホームがある場所へ帰ることもあるので、強制送還と呼ばれることもあるほどです。強制送還されることで復帰する選手もいれば、そのまま球団とお別れする選手もいます。今回は強制送還された選手を5名紹介いたします。京田陽太。最初に紹介するのは、中日ドラゴンズから横浜 DeNA ベイスターズへ移籍する京田陽太選手です。トレード移籍が決まった後の会見では、本人の口から自虐的に、強制送還されたところにまた戻るっていうという発言がありました。その強制送還された試合を振り返っていきましょう。試合は2022年5月4日の DeNA 対中日戦のことでした。4回裏0対0で迎えた DeNA の攻撃、先頭の大和選手が二遊間にゴロを放ちます。ボテボテのゴロに余裕を持って追いついたように見えましたが、これを京田選手が球際の処理をミスしてエラーしてしまいます。記録はショートへの内野安打となりますが、先頭打者を出すまさかの失態。 DeNA は続く峯井宏樹選手がレフトへ2点本塁打を放ち、先取点を獲得。結局それが決勝点となり、最終的に中日は1対7で敗れてしまいました。立浪和義監督は続く5回表に代打を出し交代。京田選手に対して戦う顔をしていないとして、そのまま2軍降格を告げます。2021年シーズンまで5年間中日の正ショートを務めた京田選手、交流戦終了後に1軍に昇格しますが、その後も結果を残すことができず、終わってみれば43試合と NPB 生活で最少の出場数を記録してしまいました。そしてシーズンオフに砂田良樹投手とのトレードが決定。左の中継ぎが欲しい中日にとっては砂田投手の獲得は良いのかもしれませんが、内野を固定できていない状況で正ショートの京田選手を放出するのはどうなのでしょうか。中日は2022年シーズン、セカンド、サード、ショートを固定できていません。強かった落合博満政権下では、洗い場コンビでおなじみの荒木正弘選手と井端弘和選手を中心に、強固な守備陣を築き上げ優勝しました。その頃の中日を知っている立浪監督ですから、京田選手の重要性は理解していたはず。それ以上に今まで期待を超えられなかった京田選手のリミット切れなのでしょうか。選手会長も務めた経験がある中堅の移籍に来シーズンの注目が集まります。山崎福也。2人目はオリックスバファローズの山崎福也投手を紹介します。もうすっかり福也という読み方も定着してきたのではないでしょうか。先日の日本シリーズでは2試合に先発し、しっかりゲームメイクして役割を果たし、第6戦では王手をかける試合で5回無失点で抑え、勝利投手となります。チームを日本一へと導くと、シリーズ優秀選手に選出される大活躍を見せました。しかし、山崎投手、結果がなかなか出ずに苦労したプロ野球生活を送っています。2022年シーズン終了時点で153試合に登板し、28勝40敗3ホールド。1投球回あたりに何人ランナーを出したかを表すウィップは 1.3 と高くはない成績。実は強制送還を3度も命じられているんです。1度目は2017年5月26日のロッテ戦で3回途中4失点でノックアウト。当時の福良純一監督から強制送還を命じられます。2度目は同じシーズンの9月18日の日本ハム戦。制球が定まらずに3四球と乱れ、まさかの初回に降板。試合途中で宿舎に戻ることを命じられてしまいました。そして3度目は2019年4月28日の西武戦。7回まで K 鈴木投手が好投を見せて2対0とリードしていましたが、後続の近藤大輔投手、山崎投手と踏ん張ることができずに4失点。勝てた試合で逆転負けを許してしまいました。西村則文監督は両投手を2軍へ降格することを命じます。しかしこれだけ強制送還を命じられても1軍に這い上がる力はとても素晴らしく、先発での起用が多いですが、チーム事情で中継ぎも務めるなどマルチに活躍し、チームにとって必要な存在であることは間違いありません。
ドラフト1位指名という重圧に負けることなく、来シーズンはより福が実る1年になることを期待しましょう。ヤマト。お次に紹介するのは、現在 DeNA で活躍するヤマト選手です。強制送還を命じられたのは、阪神に所属していた2008年のこと。まだ1軍出場はありませんでしたが、春季キャンプでは1軍に帯同し、日本ハムとの練習試合にも出場するなど、期待をかけられていましたが、この試合で失策をするなど制裁を欠いてしまいます。さらにはキャンプ中も元気がなく、覇気が足りなかったのか、岡田彰布監督から、はつらつさがないように感じる。もっと元気出してほしいよな。と、2軍キャンプへ強制送還されてしまいました。これに奮起したのか、この年に1軍出場はありませんでしたが、2軍のショートで最高守備率を獲得します。その翌年からは1軍での出場も徐々に増え出して、2014年には外野手部門でゴールデングラブ賞を獲得するまでに成長しました。そして2017年に国内 FA 権を行使して DeNA へと移籍。2018年からは主にショートとして DeNA で1軍のスタメンに名を連ねることとなります。来年には36歳になり、もう若くはない年齢です。強打選手が移籍してきたことで、ポジション争いもさらに激しくなることが予想され、引退するまでに最後の一花を咲かせられるかが見どころになります。また岡田監督も阪神に復帰したため、久しぶりに顔を合わせた時の反応も楽しみですね。大野雄大。4人目は2020年に沢村賞を獲得した大野雄大投手です。2013年に初めてシーズン10勝を達成し、中日の先発ローテーションの一角を担い、投手としての才能を発揮しだした翌年のことでした。オープン戦で好成績を収めると、開幕投手の候補にも名前が挙がりますが、そこは大エース川上憲伸投手に譲ることとなります。開幕2戦目に先発で登板しますが、6回3失点で敗戦投手となると、その後もなかなか調子が上がらず、負けが続く中で迎えた4月26日、対ヤクルトスワローズ戦でのことでした。初回にいきなり5失点と最悪の立ち上がりとなってしまうと、2回に向けてキャッチボールを始める際に、コーチ陣に止められ交代を告げられます。開幕から5試合で0勝3敗と、うだつの上がらないエース候補は、きついお灸を据えられ、試合中に名古屋へ帰ることとなってしまいました。当時の友利由衣コーチは、あんな投球をされるとみんなの輪を乱して迷惑です。と厳しい言葉をかけます。それに奮起した大野投手。5月14日に一軍復帰登板を勝利で飾ると、その後は調子をどんどん上げ、最終的に10勝8敗でシーズンを終了し、貯金を作ります。シーズン中盤からの成績を認められ、翌年は開幕投手にも抜擢。3年連続で2桁勝利を達成するなど、エースとしての風格が漂い始めました。2016年からはコーチとの相性が合わずに調子を落とすこともありましたが、2019年にノーヒットノーランを達成、最優秀防御率を獲得すると、この年の契約更改で1億円を突破。その期待を上回る活躍を見せ、2020年には11勝のうち完封が6試合とタイトルも2つ獲得し、エースの名に恥じぬ活躍を見せてくれました。今となっては中日を牽引するエースである大野投手ですが、あの時の強制送還で悔しい思いをしていなかったら、今の姿はなかったかもしれませんね。2022年に未遂で終わってしまった完全試合でしたが、いつか達成してくれることを期待しましょう。村田修一。最後の紹介となります、DeNA や巨人で活躍した村田修一選手です。巨人へ移籍した初年度の2012年に、準強制送還を受けました。DeNA 時代は2014年を除き、毎年20本塁打以上を放ってきた主砲でしたが、巨人に移籍してすぐは不調が続き、成績を落としてしまいます。シーズン終盤の9月7日に事件は起こりました。この日は2度のチャンスを空振り三振、併殺と潰してしまうと、前日にも3度チャンスで凡退したこともあり、守備から交代を命じられます。原辰徳監督から、今夜はもう自宅に帰っていいと告げられ、翌日の試合に備えることとなりました。次の日グラウンドに現れた村田選手は、驚くべき変化を遂げていたのです。
なんと丸刈りをイメージさせるかのような短髪に変身。自宅で自らバリカンを手に持ち処理したようです。これを見た原監督はいいねと笑みを浮かべ頭を撫で回します。残髪で反省を示した試合では4打席目でなんとか1安打を放ち一矢報いると、そのシーズンは144試合すべてに出場しチームの日本一に貢献。ベストナインにも選出されます。その後2017年まで巨人で活躍を続けますが、球団は若返りを図るために村田選手に戦力外通告を出す苦渋の選択。自由契約となり巨人を退団することとなりました。翌年は独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスに入団。 NPB 復帰を目指しますが、果たすことなくそのまま現役を引退することとなります。15年間の現役生活で1953試合に出場し通算360本塁打、安打数は1865本と2000本安打も視野に捉えた中での引退でした。以上5選手の紹介でした。強制送還をバネに変え好成績を残す選手もいれば、そうでない選手もいます。球団としては判断が難しいものではあるでしょう。また中日で活躍した中村武史元選手は YouTube で2軍で得るものは何もなかったと発言するなど、場合によっては本当にただの苦行となりかねません。これで来シーズンに強打選手が活躍を見せれば中日の方針が怪しくなりますね。皆さんはどう思いますか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。